今日は2月の23日です。今日もワカサギ行きます。網走港今日でね最後にしたいと思います。なんだこれは。お、ロールが落ちてる。ロールが落ちてるね、これ道路に。なんだこれは。誰かロール落としてるね、これ。杉山農場。よし、目満別ワカサギ釣り会場です。よし、最後のワカサギ釣りだぜ。もう羽田くんにそれ引っ張ってもらってる。羽田くんにドリルで穴を開けてもらいます。いいっすか。いいよ、どうぞ。おっ、いいっすか。いいよ、ビュッもっともっともっと簡単。あ、ごめん。いいっすか、何ですか。大丈夫よ。取れないですよ。回しながら、回しながら。オッケー。今ね、ちょっとね、穴が斜めってたね。ちょっとまっすぐになるように。まっすぐですね。そうそう。ちょっとね、斜めってた。勢いよく行っちゃっていいですか？勢いよく行っちゃっていいよ。イエーイ。いいね、もう一個。ここら辺ですよね。そこら辺だね。オッケー。はい、完了。これ今、集金に回って払ってるんですけど、俺はちゃんと入り口払ってるんですけど、これね、皆さん、早く来て、ね、先に泉で釣るのはやめましょう。集金に回るの大変なんで。寒いです。そういうことです。はい、2名様ですね。はい。800円です。俺もうお金払ってあるんで、払ったら大丈夫です。オッケーです。確認できるまでは粘ります。はい、はい。これ、払ったやつね。これ、はい、2000万。了解です。オッケーでーす。頑張ってください。はい。それじゃあまた。まだ本当にアップする。アップしておきます。絵になるんだったら、アップしてください。はい。見てください。早くやらないと、魚暴れて、糸絡まっちゃうよ。そう、あんま持ち上げない方がいいよ。針と糸絡まるから。よし。うん。あ、下にくっついた。あ、オッケー。あ、ちょっと待って、下くっついてますね、これ。ちょ、難しい。その引っ張って取る。よし。取れた。よし、できた。あ、取った。よし、一匹目取れた。そう。どっかその辺に他ついてもいいし。あ、一回置いといていいですか。うん、一回置いといてもいいし。よし。普通だ。一回チョンってやってやる。そう。あれ？気づいてない。気のせいってことなんですかね。いや、気のせいじゃないけど、はい、食べようとしてるけど、食べてない。だから、来たと思ったら一回チョンってやってやる、そこで。それでこれがコツですね。そう、合わせって言うんだけど。はい、あ。チョンだ、チョン。あれ？下手くそなんすかね。ああ、なんだろうな。そら、おちょくられてんな。あ、トラクター買おうかな。どうしようかな。お、今、買うと思ってる上ない。思ってる上ない。え、買ってないみたいな。買ってないことなんすか。そうかな。ちょっと釣らなきゃダメですね。うん。そう、お客さんもちゃんと釣れるかどうか。そうですね。逃がしてばっかり。そう、お客さん逃がしてるよ。ね、あ、ない途中まで重されましたからね。本当なんでなんだろうな。ギリギリだな。よ
てるんだよな。でね、上げるとき、今氷の端っこに擦ってたから、はいはい、そういうときに擦れて逃げちゃうこともあるから、なるべく穴の真ん中で上がるように。ああ、これ、うぶいだね。ちょっと待って、それ今俺が取ってあげるわ。こういうのが釣れるとね、一気にね、仕掛けがね、絡まっちゃうことがあるんだよね。でっけえ。うわ。オッケー。これ、もう食べたら美味しくないよ。全然重さ違いましたね。そう。絶対来てると思うよね。絶対重なかったっすね、今。わかりますね、うん。うん。こうやってね、ちょっと誘ってやるの。はいはいはい。そしたら、起きてでしょ？一回ちょっとやってから、上げてやる。上げてやると、ほら、そう。おー、早い。お魚外すの苦労してるね。まあ、ピッと引っ張ればいいんだよ。魚釣り向いてないじゃん。魚がぬるぬるして滑ってあれかな。そう、あ、オッケーです、オッケーです。そうか、いいものを買ったよ。はい、ワカサギ用トング。お、こんなのあるんすか。そう、それでワカサギを掴んで引っ張って取る。それ今度は使ってみて。あ、これで掴んでいいですね。そうそう。あ、あの、オッケーです。おー、すごい、2匹。すごい、すごい。やったね。それトングでも取れるかな。あ、よし。取れた、取れた。よし、順調に、順調にワカサギ釣れてますよ。で、今日の朝のおやつは、インディアンカレーです。インディアンカレーです。じゃあ、レトルトのインディアンカレー、はい。これを食べまーす。えい、ー、インディアンカレー、今日の朝のおやつでーす。朝のおやつでーす。はい、いただきまーす。うん。インディアンス。インディアンね。インディアンですね。もう、イエーイ。もうこれがね、これがね、うん、これが、醍醐味だよね、ほんとに。超楽しい。今ね、カレーの先に砂糖のご飯を温めて、後からカレーのルーを温めてる間に、砂糖のご飯を氷の上に置いといたら、冷えちゃって、ちょっとね、あんまりご飯が、ちょっとダメだった。先に、カレーは後からご飯温めた方が良かったかな。ちょっとね、ご飯、温め足りなかったのかな、ちょっとわかんないけど。そんな感じ。だけど、インディアンは美味しいです。これ、インディアンのレトルトは、これね、置いてある店舗と置いてない店舗があるんだよね。帯広の、今は、西の、なんだっけ、あそこ。西帯広の、白川通りずーっと行って、スタバをちょっと過ぎたところだね。の店舗のところに置いてあります。レトルトインディアンカレー、買いに行ってみてください。あとね、インディアンカレーね、夏空の道の駅にもインディアンカレーオープンしたんで、皆さん、お時計来た人はインディアンカレーぜひ夏空の道の駅で食べてください。これ、おーやばい、駅やべえでしょ。すげえな。あ、すごい。もう絶好調だね。絶好調だ。いや、調子いいっすね。いいっすね。素晴らしい。シャンは10時半ですね。10時半だけど、今ね、めっちゃね、仕掛けが絡まって、もうね、どうにもならなくなったんで、もうやめました。もう終了でーす。もうトイレも行きたくなったんで、もうやめます。終了です。今日はね、多分100匹ちょっとだね。あんまたくさん。あ、僕の。最悪のだから。まあ、初めて。初めて上出来じゃないですか。もう結構釣れたからな。そうですね。多分50匹以上いるね。ですね、はい、今晩の十分おかずになると思います。はい、いただきます。はぁ、あ、どうだい、初めてのワカサギ釣り面白かった。めちゃくちゃ面白かったです。よかったね。いや、最後絡まっちゃって仕掛けが、まあそうですね、シャンですね。ちょっともうやめて、まあ時間もちょうどいいかなってやめました。ちょっと来年じゃあ電動の方でちょっと貸してもらっていいですか。電動やってみたいです。電動そうだね、じゃあ今度来年だね、また来年今度電動リール使ってもらって、やってみようか。また来年。今日はちょっと負けましたけど、来年はせず。今日はこれでワカサギ釣り終わり。今年、はい、ワカサギ釣りこれで終わり。これで冬の90連休終わり。もう来週からもうビートの苗の準備したいと思います。じゃあ今日、はい、ラーメン行こうか。行きましょう。よし。行こうか。行きましょう。せーの。到着。お昼のおやつはもちろんタイフードでラーメンです。
焼きネギ醤油とこっちはみぞれラーメンですね。みぞれラーメンだそうです、美味しそうです、いただきます。いただきます。さあ今ラーメン食べて終わったんで、え今日は車別々なんでここでバイバイですね。はい、はい、またあの、はい、よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。ありがとうございました。はい、どうも。今ハヤナ君とワカサギ釣りして、ハヤナ君とワカサギ釣りしてお昼食べて、お昼のおやつを食べて、まあ、帰るとこです。でいやあ、面白かったね。面白かったね、花田くんね。本当に釣りをね、やったことない人とやるとね、面白かった。めちゃくちゃ面白かった。なんで花田くんが一緒にいるとか、何もそういう説明しなかったね。花田くん、一回もワカサギ釣りしたことないっていうことで、なんか体験したいっていうことで、それじゃあ連れてってあげるよってことで今日一緒にいました。その説明をしなかった。するの忘れたね。引退釣りが始まって、早田君と一緒に釣りしているのかなっちゃって、はい、で面白かったみたいで良かったです。でもう冬のね90連休はもう今日で終わりです。真面目に仕事したいと思います。ビートのポットを作ります。まだ直案にはなりません。うちはまだポット作りますよ。もうみんなね、本当に直感すごいよね、とってね。マジで移植やって、何のために移植やってんのかなと思うんだけど。いや、うちはまだ移植やります。杉山農場。